さん、こんばんは。今回はね、何か刺激をさせていただきたいかというと、今話題となっている出来事ということで、この動画においても何度かね言及させていただいた件なんですけど、フランスのサッカー代表デンベレ選手とグリズマン選手がですね、日本人に対して、侮蔑的な発言、特に、デンベレ選手が特にそのような発言をされているわけだけど、これに関してね、2年前かな、これは今来日中じゃなくて2年前、2019年7月にクラブの日本ツアーで来日した時ですね、 FC バルセロナということで、その時に、ホテルのスタッフに、ゲームをするためというかセッティングを任せていたということで、デンベレ選手はね、セッティングしたスタッフ前にフランス語でひどい面、ひどい言葉などと、発言、グリズマンはデンベレの隣で、終始笑みを浮かべていたということで、この件に関して今ね、多くの日本人が憤りを覚えているということで話題となっているところです。このに対して、彼は、インスタグラムなどをやっていて、SNS を通じて謝罪をしたということなんだけど、7月5日ということです、すなわち昨日ですね。で、これに関して、どのように言ったかっていうのがね、この謝罪の発言に関して逆切れと収まらずということで、謝罪もね、差別発言もということで、さらには批判と異なる差別コメントの日本語投稿もなどというふうに言われているわけだけど、どのように謝ったかっていうと、ここのところに関してですね、プライベートで友人との間で相手がどこの国の人であろうと使う傾向がありますと説明、動画はもともとプライベートで撮影されたとした上で、このビデオが公開されたことで、そこに映っている人たちが傷つく可能性があることは十分に理解しています。だからこそ、彼らに深く謝罪したいのですとしたということなんだけど、まずそこのところで言うべきところっていうのは、相手がどこの国の人であろうと使う傾向がありますと。そういうふうに今までいろんなのが言ってきたのかなって思うところなんだけど、彼からすれば別に日本人じゃなくて他の国々の人々に対してそういうふうに言ってるってことなんだろうけどね。ただそういうふうに言うっていうのがやっぱり反省をしてないっていうふうに捉えられてもおかしくないのかなっていうのはね、思うことだなって感じがします。多くの方々がね、やっぱりそこら辺に関して実感されるんじゃないのかなっていうのはね、感じます。なので、これに関してはやっぱりね、しっかりとした、謝罪ですね、私はするべきだと思うんです。やっぱりまだ若いっていうのがあるかもしれないんだけど、デンベレ選手に関しては特にね、それに対してやっぱりしっかりと、今後ね、このようなことがないように、同じように批判や中傷を繰り返すのも良くないからやめてほしいっていうのがあると思うんですよね。なのでね、これに関しては今後ね、またこのビデオがどこから流れたのかなって感じですよね。普通に考えて、本人が撮影して、じゃあ仲間内内でこう共有してた可能性は、そこでやっぱり多く持ってない人々がそういうふうに、出してきたのかなって感じはあるかもしれないんだけど、とにかくもう少しこれに関してはね、しっかりと謝罪をするべきだったなって感じはするところでありますね。はい。ということで、こういった問題に関しては、世界各地で、もちろん起きているのは事実上ですね、差別されている、特にデンベレ選手に関しては黒人ということで、黒人差別に対して訴えている人ですから、その彼が、やはりそのような形でやるというのは、やっぱり差別主義者こそ、あなたこそが差別主義じゃないのかってなってしまうんでね、そこはしっかりやっぱりやるべきじゃないのかなと思うところではありますね。はい。なので、この世界を見ていくと、やっぱり差別されているものが、差別をするとかね、そういったものがありますね。白人、例えばアメリカなんかでも白人が黒人を差別するとは言ってるんだけど、その背景には黒人層の中にもやっぱり犯罪を犯す人々が多くて、白人層の中にそういった印象で捉えてる人も多いからっていうのもあるかもしれないんだけど、とにかくこういうふうなものを見ると、人間の差が、差別されているものが差別をする、そういったものを、人間のこの差が、人間の汚いところが見えてきているのかなって感じがします。ということでね、とにかくサッカーということで、これから、オリンピックが開催されてね、感動的なものになるとは思うんだけど、しっかりとしたスポーツ選手であればね、しっかりとした対応でやるべきじゃないのかなって思うところではあります。